県内では去年12月と今年5月にアメリカ兵による性的暴行事件が相次いで発生していたにもかかわらず県への情報提供がなかったことが明らかになっています。こうしし、た事事態を受け、玉城知事はあす上京し 外務省や防衛省などを訪れ、直接抗議する方向で調整を進めています。一連の事件では、1997年に日米で合意した通報手続きが機能していないとして、日米合意に基づく情報提供の徹底や、事件事故防止のための協力ワーキングチームを早急に開催することなどを求めるものとみられます。去年12月に発生した事件をめぐり、政府は、 アメリカ側から通報があった後の国内での手続きは被害者のプライバシーや捜査などへの影響を鑑み慎重に判断されたとの認識を示しています。